どうして手を出してしまったんだ。子供たちが可愛くて仕方なかった。しょうがなかったんだよ。しょうがなかっただと。ああ、しょうがなかったんだ。子供たちを何人も何人も箱買いで、両面合わせて14個の空気穴が開けられている。坊やが俺を求めてるんだ。求めてる。ああ、あいつらは美味しくて強くなる。強くなるだと。ああ、お前の言ってることは意味がわからん。理解不能だ。あの食感、体内に入ると刺激を受けて腹の中で目覚めるんだ。江崎、毎回言うことは一緒だな。多めに見てきたが、今回は見過ごすわけにはいかない。一日に5個も行ってしまうとはな。5個？うん。5個だ。5個は。そうだ、5個だ。10個だ !10 個だと。ああ、10個だ !10 個なんていけるはずがない。異常だ。異常すぎる。お前、あの赤色を見ると衝動が抑えられないのか。あの赤はいいよな。あ、いや、あの赤がいい。あの赤が。ああ、そうだ。一つ言い忘れたことがある。なんだ。最近の坊やは、ものによっては5年もつんだ。5年だと？そんなに持つはずがない。どんな技術が使われてるんだ。嘘だ。そんなはずはない。もうお手上げだ。食べろ、いくらでも食べろ。じゃあ遠慮なく。子供たちが今日も元気で明日も笑顔でいられますように。江崎。はいはい、じゃあビスコ食べようか。ビスコ食べよう、ね、はい、いただきまーす。いただきまーす。食べ、うん、割れてる。うん、あ、これだね。あ、これだこれだ。懐かしい。うん、おいしい。うん、うん、どうでした？ビスコは。ビスコネタは。ビスコネタね。うん、どうだった？まあ面白かったね。うん、なんかやりたいようにやって。本当斬新なアプローチから攻めていきますけど。うん、これがね、うん、もし面白かったら、うん、また違うやつで。そうだね。うん、あのみんなにちょっとコメントで感想を書いてもらって。うん、あの最初からビスコって分かってなかった。どう見えたんだろう最初ね。分かんない。ちょっと俺らを今回はね、ちょっと挑戦してみて。うん、次は俺が、うん、キンピラやるし。そうだな。次ケイジ。俺はケイジやって。取り調べしようね。うん。まあ逆にこれあの見た人は、ね、このもうと俺らが先に撮ってるかもしれないし、これであのこれでやってほしいっていうのがあればね。うん、リクエスト聞いて、それであの
あとなんか僕らなりのアプローチでね、はい、やれればって感じ。やっていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、ビコー。ビコー。ジュワーク。Walk. Zero two.